ビッグ4は1927年に発表されたアガサ・クリスティの長編推理小説である。クリスティ7作目の長編でエルキュール・ポアロシリーズの長編第4作目にあたる。私立探偵、ポアロのシリーズではあるが、扱う題材は国際暴力物であり、サスペンス、冒険小説にも近い。本作は1924年にスケッチしに、 4号だった男のタイトルで連載された短編12編をまとめて一貫した読み物にしたものである。本作は発表順ではシリーズ第2作ゴルフ場殺人事件に続くポアロシリーズの第3長編であるが本格推理小説ではなくスリラーで国際犯罪組織ビッグンとポアロの対決が描かれている。単行本化された1927年の前年 クリスティはアクロイド殺しとその後の失踪事件で世間的な注目を集めており、この先も小説家として生計を立てていくか否かの決断を迫られてもいた。その折、夫はアッチボルトの兄、キャンベルの勧めでスケッチ誌に連載されていた短編12本を一貫した読み物となるようでを加えて出版するに至った。 世間を賑わした直後であったため初版8500部はすぐになくなったという。ただし、クリスティ本人はこの作品に納得がいっていなかったと言われている。結末でポワロは探偵を引退し、カボチャを栽培する生活を送ることを宣言するが、これはアクロイド殺しにつながるエピソードである。また、ロサコフ伯爵夫人はその後のシリーズにもしばしば登場する。 ポアロのもとに、イギリスの情報部員がやってきた。彼は作乱しており、数字の4を書くばかりである。そして、ポアロとヘイスティングズが少し外出した隙に、その情報部員は殺されてしまった。ポアロは、世界征服を企む、国際犯罪組織、ビッグ4を追って大陸へ渡る。ビッグ4中村太鼓役早川処房役者跡書き。ありがとうございます。